じゃのう。カゴメ様はひょんなことから戦国時代に引き込まれてしもうた。そこには50年前桔梗様に封印された半妖の犬夜叉様がおった。犬夜叉様はカゴメ様の体の中から出てきた四魂の玉と呼ばれる玉を狙ってたんじゃ。無論様々な妖怪も妖力を高めようとその玉を狙っておって、戦いの中無残にも砕け散ってしまったんじゃ。ガミョーン。以来各地に散った四魂のかけらを追って、犬夜叉様カゴメ様の旅が始まったのですじゃ。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて四魂のかけらを狙う悪党の奈落が現れおった。じゃが犬夜叉様たちにも七宝、宝子殿、サンゴとどんどん仲間も増えてきたんじゃ。仲間と力を合わせていつか必ず奈落を追い詰めて倒してくだされ。犬夜叉様たちの旅はこれからもまだまだ続くのですじゃ。始めるんか。どうやら客人のようですな。貴様が探しておるのはこいつかな。確かにこの邪剣、四魂のかけらを持っておるぞ。だが、このかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。貴様のようなやつに渡すわけにはいかん。欲しければ力ずくで奪ってみせよ。こいつなんか嫌だ。殺生丸様のもの、諦めるのじゃな。なんかもうどうでもいいや、帰ろうかな。始めるんか。よう欲しい、おめえにちょっと頼みがあるんじゃがの。これは東道斎様ではないですか。私に何かご用ですか。実はな、
新しい武器を売ってみたんじゃが、肝心の使い手が見つかっておらんのよ。おめえ、おとなしい顔して結構やるようじゃから、使い手にふさわしいか試させてくれんかの。なかなか興味深いですね。無益な殺生はよろしくないのですが、そういうことでしたら協力しましょう。そうかいそうかい、それじゃ遠慮なくやらせてもらうぞい。始めるんか。さ、行ってみましょう。いざいざ、一本目勝負。よめさまい、それハリーギザー、ほいハリーギザー、ハリーギザー、行きよけ。はっ、よめさまい、くっちゃくちゃ、せーばい、ほいほい、ハリーギザー、はっ、ハリーギザー、ハリーギザー、それそこまで、そこまで、ハリーギザー、ハリーギザー、そこまで。いかにしてそれ今じゃ決着、勝者東斎。まだまだ修行が足りんの。思ってたより弱いな。そんなことじゃいつになってもわしの武器の使い手にはなれんな。他を当たるかの。簡単なこった。始めるんか。おお、なんだ、名画じゃねえか。その岩がどうかしたのか。あ、おお、ちょうどよいところに。実はこの岩の隙間に四魂のかけらが挟まってるんじゃが、残念ながらこの名画ではこれだけ大きな岩を砕いて取り出すことは不可能ですじゃ。あ、というわけですので、あとはよろしく頼みましたぞ。いっちまった。あー、めんどくせえこと任されちまったな。いざいざ、はじめ。ほいほい、あら、嫌なこった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 。ほいほい、また。ほいほい、あら、嫌なこっ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 た。そこまで。さて、結構な時が経ちましたが、調子はどうですかな。おお、あの大きな岩を完全に砕いておる。まったく、あんまし老人をこき使うなよ。で、かけらはいくつあったんじゃ。ああ、四魂のかけらが三個も入っていたようですな。お見事ですじゃ。
始めるんか。あ、トートー祭のおじいちゃん、ちょうどよかった。一つお願いがあるんだけど。ん？こんなおいぼれに何か用かの？私の飛来骨、もっと強くすることはできないかな。それとも、新たな武器とか。そいつはちょうどいい。わしは今、新たな武器の使い手を探してたところなんじゃ。お前さんがその使い手たりうるか、この場で試してやろうかの。本当に？よし、ここは頑張んなきゃね。わしに当てるなよ。始めるよ。いざいざ、一本目勝負。ほい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 、よっしゃあらよ。はっ、ほいだ。ほいほいほい、はっ、ほいほいだ。ほいほい、そこまで。ほい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 、そこまで。はい、それ今じゃ。ほいほい、決着。勝者、トートー祭。その武器傷んどるぞ。ダメじゃったか。もうちょっと修行してからおいで。簡単なこった。始めるんか。ん？とうとう祭ではないか。どうしたんじゃ？そんなにうんうんうなって。実は、わしの新たな武器にふさわしい使い手を探しとるんじゃが、まあお前には関係のないことじゃ。なんじゃと？このすっとこどかい！どこに目をつけておるんじゃ！オラも本気を出せばすごいんじゃ。仕方がない。その武器とやらをオラが使ってやってもいいぞ。しょうがないの。だったらこのわしと戦って勝てたらお前にやるわい。やれやれ。目に物見せてやる。いざいざ、一本目勝負。ほい、やなこった。ほれ、行くぞ。そこまで。ほい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 、あらよ。ほい、そこまで、そこまで。ほいほいほい、そこまで。ほい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 、そこまで、そこまで。よしよし、あやなこった。そこまで。よよよ、ほいよ。よし、目に物見せてやる。いい加減にしてか。ほい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 、
勝者、東東祭。遊び相手は他で探してくれ。ああ、やっぱり無理か。まあ、最初から分かってたことじゃが。簡単に残った。始めるんか？お前は犬夜叉の鉄災牙を打ったという東東祭とかいう老人、私に何か用か？わしが今回打った新たな武器の使い手を探しておるのじゃが、試してみるか？私は別に興味ない。急いでいる。さらばだ。残念じゃの。こいつはどんな巨大な魂でも打ち抜けるって優れものなのによ。ならばカモメの魂とて、さすれば犬夜叉は我が元に。東東祭とやら、私が相手をする。おお、そうかい。じゃあ早速このわしと戦ってもらおうかの。始めるんか？どうしたものか。いざいざ、一本目勝負。よっよっほいほいほい、そこまで。ハリーナ、ほいほいほい、嫌なゴリだ。ほいほいほい、ほいほいほい、あら嫌なゴリだ。そこまで、ほいそこまで。決着。勝者、東東祭。おなご相手に真剣にやってしまった。へえ、期待しとったんじゃが大したことなかったの。他に誰かいないかの。あれは殺生丸じゃないか。やべえ、どうしよう。簡単に残った。始めるんか？ここにいたか、東東祭。今日こそこの殺生丸にふさわしい刀を打ち起こしてもらうぞ。だってお前にそんな刀打ったらどんな悪さするか分かんないじゃねえか。そんなことお前の知ったことではない。さっさと撃たぬと殺してしまうぞ。わがままなやつだ。お？犬夜叉、ちょうどいい。こやつを退けたら鉄災牙を鍛え直してやるぞい。てめえ東東祭、それに殺生丸まで。じじい、なんてやつ連れてきてんだよ。犬夜叉か、
東東祭、あくまで刀を打つ気はないらしいな。犬夜叉ごと切り裂いてくれる。やれやれ、愚かなやつだ。いざいざ、一本目勝負。やなこった。ほっ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 ほいほいほいほっほいほいほい、あらよ、やなこった。ほっ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 ほい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 、ほっ、やなこった。ほっ、そこまで、そこまで、やなこった。ほいほい、そこまで、やなこった。変われ犬夜叉、そこで休んでな。安心し、やなこった。ほいそこまで、ほいほいほい、そこまで。決着、勝者東東祭。その程度じゃ父上に遠く及ばぬ。へえ、なんとか助かったようじゃ。殺生丸よ、お前にはすでに天聖画を与えておる。それで我慢せい。やいじじい、てめえはどうしてそう厄介事を引き連れてきやがるんで。って、ほんと乱暴な兄弟じゃ。簡単残った。始めるんか。貴様か、鉄斎画を打った刀鍛冶というのは。なんじゃ、お前はひょっとして犬夜叉たちが追ってる奈落とかいうのはお前か。いかにも。ところでお主、この奈落に刀を打ってみる気はないか。はあ、まあ打って選んでもないが、わしの刀は使い手を選ぶんじゃ。多分お前無理。ジジイが、この奈落を愚弄する気か。どうやら長生きしたくないらしいな。刀など、もうよい。貴様を地獄に落としてやる。めんどくせえ。敵ではないな。いざいざ、一本目勝負。やなこった、やなこった。ほい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 、そこまで。ほい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 、ほい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 、あらよ。いい加減にしてきた。ほれ行くぞ。そこまで。ほれ行くぞ。ほれ行くぞ。
取り行けた。はっはっ、そこまで、そこまで、はっ、そこまで、いい加減にしてきた。よっしゃ、決着。勝者東東祭。へえ、疲れたな。なんじゃ、偉そうなこと言っといて大したことないじゃないか。はあ、結局誰も使い手にはなれんかったの。つまらんな、もう少し遊びたかったんじゃが。